皆さんこんにちは。にちゃん放送局です。にチャンネルに定期的に立つ安価スレ。その中には安価で好きな相手に告白する、というものもあります。今回ご紹介するのはそんな安価スレで以前告白した一致によるスレです。ぜひ最後までご覧ください。安価で告白した男の末路。好きです。ガチでいきなりどうしたん？どうもしてないよ、ごめん、本気で好きだからからかってしまった、気悪くしてたら申し訳ない、もしよければ告白の返事聞かせてくれないかな。え、いつから？ごめん、一致のこと友達としてしか見てなかった。どうすんだよー。どうするとは？何を送ろうかを悩み中。ここで道を誤ってはいけない。いやもう無理だろ、男と女の友情は儚いからねー。じゃあセフレからお願いします。そんなことしたらブロックされて終わるやろ。今からでいいから友達以上で見てほしい。良さそう。候補1。まだ諦めるな。知恵を出してください。下ネタで締めくくれ。鬼か。すまんがこれ本当に賞賛あったんか。相手驚いてるやん。いや、気になってたけどそんな態度一切見せなかったし、安価で急に告ったから驚くのも無理はない。断るのもすごいストレスやから相手かわいそうや。それを安価でもて遊ぶクズや。一応補足、この後Y はいつから、に対する回答で半年前からと返信してます。聞かれたことだけ答えるな童貞。先輩。知恵をお貸しください。ひとまず告白の話を置いといて他の話を広げろ。相手に考える時間を与えて後日遊ぶ約束をするんだ童貞。なるほど。けど相手も自分も今年受験生やから、自分は良くても相手がなーって感じ。ずっと好きだったんだぜ、遅れ。どうもこうもなくないか、告白したなら一致も気持ちを気になる程度からラブに切り替えて LINE 続けるだけや。わかりました。どこが好きなん？可愛いし優しい、一緒にいて楽しいし、ベタすぎやな。それを素直に伝えるんだ。結局女は自分を好きになってくれる男を好きになる、押して押して押しまくれ。一つ質問、ここでスレのことを暴露して逃げるとどうなる？ダサいからしないけど。バカにされたと思うのでじ、エンド。みんなありがとう。進展あればうくします。このごめんは告白に対してのごめんって理解でよき。友達としてしか見てなかったから困惑しているという意味、まだ押せる。まだ返事じゃない。なるほど、少し希望が見えた。受験生ってことは高3か、Y 高校でできた初カットは告ってみたような反応されて1週間待ってくれ言われた後 OK やったからどうにでもなるで。今は高2の3学期。ええタイミングで告ったな。ええタイミングなのか。来年は受験で忙しいから付き合ってる暇ないので最後のチャンス、もし告白失敗してもあと1年経てばおさらばできる。なるほど。頑張って押さないと。なんで民の優しさを信じて再安価しろ。信じたワイがバカやったって未来が見える。今のなんで民優しいけど安価した瞬間やばいので出てきそう。からかってしまったは余計な言葉だったな。ちなみにこの子は小2から小3からの友達。おう、マジか、よう勇気出したな。なんで今更好きになったの？放置してたら誰かに取られちゃうから。実を言うと4年くらい前から好きだったが昔は親同士の絡みとかもあったから友達以上になるのを聞き切った。今は親同士の絡みはほとんどない。4年前から好きだったって言った方が良かったんじゃない？半年前ってなかなか生々しい数字やし。これ、4年前からならもう少し真剣に考えてくれたはず。何度かデートしていけそうな時しかできんわ、一致度胸あるな。とりあえず進展見せろよ。すまん、あれから進展はない。未読のまま。追撃しろよ、安価待ってるで。好きになったきっかけエピソード欲しいよな。好きになったエピソード小さい頃、ピアノ教室で一緒になった。同い年やし家も近かったから親同士も仲良くなり親同士のお茶会、の間とかピアノの発表会、コンクールの後よく遊んだ。この頃から可愛いとは思っていた、小3になった時、中学受験の塾が一緒になる。好きな子、イカエコ、は Y より一つ上のクラス、Y は校内模試に向け全力で勉強し、同じクラスへ行った。だがなぜかあの頃は避けてしまい、好き避け。登下校も一緒にしなかった。何もないまま時間が経ち、エコは女子中学に合格、接点がなくなったと思ったけど中学入学前の3月、ピアノの幼馴染みでユニバに行くことになった。エコ女子2人と Y、そこで久しぶりにエコに会い気になる以上の存在に。おう、ええやん、それ伝えろや、キュンキュンするわ。幼馴染みに告白とか熱いな。一致ファイトや。返信来た。どうしたらいいかな。半年前から。ええ、ガチ。
ガガガガチ。これでいいん、送るで。緊張しすぎやろ。頭空っぽか。普通にガチって返信は。脈ありやんけ爆発性や。半年前ってのがよい味出してる。好きって知ってもらいたかったんだ、って言えばいい。それじゃ振られる前提みたいやん。付き合うのが無理ならせめて付き合いたい、先っちょだけでいいから。ガチだから一回デートしよう、ホテルも探しておくからさ。一応ガチとは送った、追撃すべき。イエス。本当は付き合いたい。付き合おう。性欲丸出しでわろた。4年前からってのは出しとけ、半年は照れ隠しやって感じで言えば可愛いとこあるやんけポイント加算されるで。4年前から、把握。うるせえ、付き合おう。どん。下の赤線は A 子の本名。A 子何かしたっけ？ここで惚れたエピソードだろ。惚れカードを切れ、遊戯。惚れたエピソード等か。ずっと気になってはいたがふと気づいたら感情があった。これをうまく噛み砕いて返信だな。これが最善。168のレス通りでやった方がええぞ。特になんかしたとかじゃない？一方的って返してよき。絶対にやめろ、日本語不自由か。褒めて気持ちよくさせろ。あかんてとりあえず褒めろ、その気にさせるんや、面接やと思え。さっきののろけをほどほどに要約しておくれ。可愛いから気になってた、とかは？気づいたら好きになってたでよいんじゃない？気づいたら好きになってたでよき？可愛いから気になっていた、これをもう少しかっこよく言おう、可愛いって褒める方向性は間違ってないと思うで。なるほど。おっぱいが大きいところが好き。相手ちっちゃい。お前が大きくするんだよ。本当は4年前から好きだった。好き避けしちゃってたけど、可愛いし優しい一緒にいて楽しいから、もっと一緒にいたい。16がいいと思うわ。これ送れ。これでいいやん。見た目がいいから好きとか送んなよ間違っても、なんじゃいってアホしかいねえの。いやここでうんぬん言うのは逆にキモくないか。君の優しさに惚れたんだ。嘘くさい？君と一緒にいると楽しいから。はぁ、可愛いから気になってた。え、私って可愛いの。気づいたら好きになってた、〇〇なところとか、〇〇なところとか、これでいかが？どうか。可愛いから前から気になってた。ひよったな。頭からっぽか。バカか。イッチの性格が明るいのか暗いのか、顔はイケメンなのかブサメンなのか、別に謙遜する必要はないから、教えてほしいわ。正直イッチの像がつかみきれんからスレミンもどうアドバイス送ればいいか分かってないと思うぞ。性格は明るい方？一応ユニバクルー、顔は普通よりかは上かな。なら全然大丈夫やろ、もし自分に自信があるんなら電話かけてみれば。なんかな、言わされてる感があるんよ、本気で生きろ。あちゃあ一行かいな。こいつ自己判断早くて怖いな。自分の中で方向は決まってて背中押してほしいだけや。うぷ。え、ほんまにガチなん。ガッチガチのガチ。ガッチガチやで、ガッチガチやで、ゾックゾクするわ。ワイもガッチガチやで。ワイのも。短文だけだからガチさが伝わってなくてくさ。これね、こんなのネタと思われるわ。ほんまにガチなん、の返信はどうしたらいいかな、マジだけじゃあかんよな。ほんとに好きです、でええやろ。ガチだよ、本当にずっと前から好きだったんだ、的な感じじゃね、さすがに、マジ、はクソリクすぎやろ。ガチやでほんま好きやねんっておくれ。マジとかガチとか軽い印象も垂れてまうから言うならきちっと言え。文面じゃ伝わりにくいからもし君が良いなら電話したいって言ってみるのは。本気なら本気って伝わるようにしなさいな。相手寝るの早いからな、寝たかな。寝てるわけないぞ、もし後日、あーごめん寝落ちしてた、笑い。って言われてもそれ嘘だから、多分友達と話してるか、悩んでるわ、それか興味なさすぎて YouTube 見てるか。なるほど、待機する。攻めろ。絶対お前のこと幸せにしてやる、これでいけ。これで振られたら爆笑する。それリアルでするとキモくね。イッチは勢いなさすぎやねん。女は強い男に惚れるんや。この状態のまま女みたいなリプばっかしてると振られるぞ。そもそも段階踏まないで告白なんてするから。ガチ、前から気になってた。ごめんチキってる。追撃すべき。今しないでいつするんだよ。時間経てば経つほど振られるぞ。可愛いとこを褒めようぜ。褒めて押すしかないね。いちいち聞くな付き合いたいならもっと攻めろ。LINE グループで、〇〇からこんな LINE 来たんだけど、え、マジ、きっしょ、ウケるー、って、付き合うの、いやいやいや無理でしょ、だよねー、あいつはないよ、とかなってるんやろうな。共通の友達一人しかおらんからないと願いたい、その共通一人は仲良いし。
まあ振られても異性の友達一人減るだけやん。あんま深く考えん方がいいで。振られて縁を完全に切るってのは本当に好きだったとは言えないな。向こうから完全に切られたら仕方ないけど。完全に切れることはないにかもだけど、どれだけ回復しても以前の6割から7割程度の関係性の濃さになるよな。なかなか難しい。パニクってこっからの攻めが思いつかん。うるせえ、付き合おう、ドン。本当は4年前からずっと好きだったよ。優しいし一緒に遊ぶと楽しい。真剣に考えてみてほしい。これ。116の下2段でいいと思う。こっからガチとかマジはやめとくわ。ガチ、前から気になってた。金庫入れたいんやろ、正直に伝えてみようぜ。マジでそういう感情ないわ。じゃあそれ好きじゃないよ、アイドルを見てる気持ち。それはちょっと違うやろ。違くないよ、好きなんて性欲に直結しないならアイドル見てる感覚がペットや子供見てるようなもんだよ。変わった考えやな、ワイは一緒にいたいって感覚も好きに含まれると思うが。途中で送っちゃったけど、一緒にいたいは子孫を作りたいと一緒なんだよ。155は考えを押し付けてるだけやから黙ってていいよ。人間の本能になんで性欲あるのかを考えれば普通だと思うけどな、性欲って直接的な表現が悪いのかな、ずっと一緒にいたい、子供もいる幸せな家庭を築きたいって気持ちは同じだと思うけどね。あなたの普通を他人に押し付けてるだけなんだよね。日和な。おいラインっていいん。ええよ。ダメや待て。話してると楽しいしとか送っていけるかな。短文しか送れない甘いなんか。話してると、でもいいと思うけど一緒にいると楽しいの方がいい気がする。最近全く会ってないからな。くさ、聞けば聞くほどよう、それで告白しようと思ったなてなる。そろそろ2行くらいの文章を送ろうや、2行ってのがミソ、3行まで行くと長文すぎてキモい、1行は淡白すぎて不誠実やで。LINE で告白って顔や雰囲気が見えないから、ただでさえ本気度が現れにくい。もっと本気の文送らなきゃ。ちなみに、私の中の心の支え、なんて書いたらこれに関する返信は来ませんでしたのでこれはおすすめしません。重くてくさ、どんまい。まあそれでもゆるい関係は続いてるからね。12年前に中学卒業して7年前に成人式で会ったきりの28同士の LINE。っていうかこの時間帯に告白っていうのがダメなんだよな。相手は眠りたいと思ってるやろ。眠気で思考能力を奪うんやで。夜の方が成功率高いらしいし。けどなんか深夜1時から3時とかが一番成功率高いっていうよ。夜の方がそりゃいいやろ。なんかムード出るし、ついでに告白は対面なんかよりも LINE の方が良い。こちらもムード出るからな。あと考える時間があるってのもでかいよな。10時くらいからやってるからさすがにトロトロやりすぎやろ。ワイなら普通に寝るわ。うぷ。話してて楽しいし、本気です。ええやん。ええやん、ストレートが一番やな。一致は A 子と高校同じなんやっけ。A 子は中高一貫の女子校。ならもうお前にできるのは返事を待つことだけやな。もし返信が遅くても最速だけはしちゃいかんで。ハーク、ありがとう。まあ女子高生にとっての彼氏持ちって一種のステータスだから、気持ちは追いついてなくても付き合える可能性あるんじゃない。まあ、彼氏いる、のパワーワードが来なかったのは収穫だわな。そう言われたら嘘でも本当でも尊重してやれ。ただし、そう言われても嫌いにはなるなよ。そして心を少しでも許してくれるなら LINE のつながりは持っとけよ。わかった。返信来た。やばいかもしれん。いきなりすぎて頭パニックやけど、ありがとう。どっちに転ぶかわからんな、これ。いやーちょい厳しくないっすかね。これは終わったかな。まあ落ち着け。こっから LINE ない、なんか送るべき。ここは待ち、既読つけて待つのが最善。既読つけていいん。既読もうついてるんじゃないんか、それとも新しく来た。新しく来た、長押しで見たからついてなかったけど今既読つけた。強者男性はここでドシンと構えてます。って男性のみんなが言ってた。あんまりおいラインすると余裕なさそうに見えるらしい。返すにしてもここからどう返せばいいんかわからんわ。同じく。そりゃ思ってもないところから思ってもない矢が飛んできたらパニックになるよな。今すぐじゃなくても良いから落ち着いたら改めて返事聞かせて。これだ。うおう。うまいな、一旦今夜はこれで締めとこう。これいいん。いやわからん、相手なんかいたそうじゃね、一応知らんけどって保険かけとく。当たってたかもしれん、待っとけばよかったかも。まあ返答は先延ばしの方がいいやろ、冷静にメリットデメリットを計算して、拒否が承諾に転ぶ可能性はあるから、逆に承諾が拒否に転ぶ可能性はあんまないはず。なるほど、確かに。告白してくれたのは嬉しいけどまだそういうのわかんないからみたいなのが来るに100J。
うん 90% の確率できそう。俺が13年前に告白した時の状況に似てる気がして同情せざるを得ない。記憶が断片的だからいいアドバイスができないのが残念だが。結果知りたい。俺が他の子のことも気になってるようなことを言ってたのがバレて、一途な人がいいと言われたのは覚えてる。ただし最悪な関係性にはならず、中3も同じクラスになってなんとか関係が悪い方向にはいかなかった。3年前に LINE して誕生日にプレゼントしたら喜んでくれた。なお成人式以降会えてないけど。これでオケならもともと脈ありや。 LINE だと考える時間あるから成功率低いし。返信来たかも。開くの怖い。頑張れ。このまま寝ろ。開くな。開くっていうか文章見るの怖いから LINE のアプリ開けん。怖くてもとりあえず既読つけろ。先に慰めといた方がいいか。イッチはよくやったよ。お疲れ様、みんなありがとう。ごめん。気持ちは嬉しいけど友達でいたい。いいや、お前はよく頑張った。くっそわろた、まあ元気出せ。告白して振られるのも人生や。イッチ頑張ったね。ようやった。イッチに幸あれ。友達でもええやん、繋がってればチャンスはあるで。マジでこれ、男の器見せろ。絶対嫌いになるな、恨むな。27歳のおじさんより。お疲れやで。まあそんな落ち込むなや。次は同じ高校の人狙え。恋愛なんてそんなもんだよ。またチャンスは来るよ。俺なんか学生時代6回振られたからな。既読つけた方がいいかな。返す言葉も思いつかんけど。イッチの気持ちが落ち着いてから既読つけな。そうか、わざわざ遅い時間まで付き合ってくれてありがとう、くらい返せばいいと思うよ。返事ありがとう。友達でいてくれるなら友達でいてください。気持ちに応えてくれてありがとう。これからも友達でいようね。でよくない？これでフィニッシュ。あ、これやな。相手はしっかり振ってくれたんや。その気持ちに応えろ。最後の言葉くらいは自分で書いとけ。確かし、振られて気まずいと思うのはしょうがないことやと思う。でも友達として見てくれるって言ってるんだから、返事ありがとう、これからもよろしく、とでも返しとけ。失恋も青春の思い出よ。これからまた必ず恋は来るからな。自信だけは失うなよ。ほぼ終盤参加だったけど、お疲れ。一致なんジェイミン、優しすぎての涙か失恋の涙か。みんなありがとう。おう、またな。一致大丈夫か。そんな落ち込むなって。これもいつか笑い話になるで。振られたのはそういうところやぞ。誰かの力頼ってるからや。最後くらいは軟性じゃなく自分の言葉で締めろ。相手は秒で振ってくれたんやから。そうやな、やっぱりこういうところか。しっかり感謝は伝えてくる。頑張れ。おう、行ってこい。成長したな。まあ告白する前から勝敗は決まってるんだよな、こういうのって。いやいや、友達でいようって前のように話しかけんのやめてねって意味だろ。多分話せんやろうね。いや、また遊びに行けよ。嫌いとか恨んでるとか全くないけど、気まずくない？自分も相手も。今後どう転ぶかわからんから、可能性だけは捨てるな。それは時が解決してくれるんやな。と言っても俺の一例の経験談の話だが。気まずいのはわかるが、イッチも勇気出して告白したし、相手の方も断るのに勇気が必要だったと思う。だから友達として普通に接していくべきやと思う。それに友達としてってことは、イッチとは付き合えないっていうわけではないと思う。無理せんでいいと思うで。実際気まずいし、そういうもんなんやと割り切るのがいいよ。ガチでこれよな。この失恋が一気にトラウマとして残らないことを願っとるわ。飲み込むのに時間はかかると思うけど、これも必要な経験として割り切ってみてもええと思うで。今来ただけどもう終わったんか。終わっちゃった。一回振られたくらいで落ち込むなや。雪積もる、冷たい床に、一人つく。結果はどうあれ胸を張れや。返信すら自分で考えられないような男なら振られて当然とも言える。告白はギャンブルじゃなくて意思確認なんだよ。相手に気遣わせるような立ち回りするなよ、そういう男やぞ。勉強になるね。恋愛ってほんまリスキーだよな。終わったら壊れるまでいかんとも必ずひびは入ると思うわ。本当に。もう二度目の告白は一生無理かな。告白しようと思うならまずは半年は空けよう。半年でも短いか。今後も遊びに誘って関係続けとけば無理ってことはない。告白前の今まで通りの距離感で過ごすことに努めるんやな。向こうは意識してるだろうし、拒否されなけば数ヶ月後チャンスはある。迷わず振られてるとこ見ると無理やな。告白の内容はもちろんだけど、何かを変えれば付き合えるって感じじゃないしな。ワイもそう思う。答えは今度でよいって LINE してるにもかかわらず振ったんや。その意思表示を尊重してあげるべき。なるほど。開けてる間は普通に話す。
会う機会あるん？もし会わないといけないなら、その時は普通に話せばいい。LINE は向こうから来たら普通に対応しよう。けど相手から連絡来なかったり会う機会もないんならわざわざコンタクトを取る必要もないと思うよ。なるほど、参考。これはいいアドバイスや、こっちからは不可追い現金。これは鉄則、相手の誕生日を祝うとかはいいけど。じゃあ1年後、受験終わったくらいかな、に告白の状況すれでも立てるか。いやー、それまでに何回か話す機会ないと相手の気持ちは変わらないんじゃない？もし何も連絡取らずに、または1、2回会うのに、また告白するんなら今度こそ称賛ないからやめといた方がいいよ。そんなに開けてたら相手も自由恋愛だから彼氏ができるかもよ。会わんし話さんかったら告白無理やし、話してても1年じゃ短いやろ。だから共通の友達に協力してもらえ言うてるやろ。それか直接本人に聞け、なんでわいじゃダメなん、理由を知りたい。って、振られた理由もわからず挽回できるか。しかもそれをごめん、ありがとなんて送って本気じゃないと思われてるんやろ。告白の仕方からしてもそうやけど違うか。共通の友達もう3年ほど話してない。当たって砕けた。また固まったら当たりに行くわ。ごめんありがとうって送ったのにこちらこそありがとうって来たんやけど既読無視でいい。それは無視でいい。そこから返事された方が迷惑だ。既読つけて短文で返信、今日はありがとう、おやすみ、くらいはしといた方がいいんじゃない？そこからもし相手が返信してきたら今度は無視でいいと思う。スタンプだけ送ったらええで。つけとき、そしてこの顔文字送るんや。まあまあ空気なごむ。まあ返信するならこういう系やな。送っといた。とまあ一つの返信にいろいろな解釈が生まれるのが恋愛関係のやり取りである。俺はそこまで嫌われてはないと思うけど、完全に嫌われてるというのも腑に落ちる。どれを信じるかはあなたが決めることだ。一気はようやっとる。Y はクリスマス遊びに行った時に体調悪くて告白しそびれてその後も未だにタイミング失ってるわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。以上、2ちゃん放送局でした。